よっしゃ、今日も行きましょうかね。はい、どうもー。愛とは自分で決めて、あばなんかだーで、おなじみのスターボール船長、エイトでございます。ということでね、なんと、今日からですね、朝、運転しながら、音を取ってみようかなと、いうことを、新しい試みをですね、試してみようかなと思って今音を取っているんですけど、ちょっと多分ね音質が悪くなっちゃうんですけど、まあちょっと試しなので、まあやってみようかなと。というのもまあどっかで話したと思うんですけど、夜ねさあラジオ撮ろうかっていう感じで撮っちゃうと、本当話すことが思い浮かばないというか、疲れてるんでもうなんかいいかなっていう感じになってしまう。そして話している自分もなんかこう、帰りたい感があるのでやっつけになっちゃうというか、だからちょっとこういつもねなんか前向きな話をしても話をしたいなって思うけど、なんかこうそんなパワーがあまり残っていない感があったので、でもね朝だと朝こうやってね運転しながらっていろんなこと考えてるんですよね。そしてお、そうだよなこれこうだよなとかいろいろ思いついているたりするけど、ただ運転しているだけっていうのはもったいねえなと、これはちょっとなんかこう使わないとねっていうのと、あとね、こうやって運転に半分ぐらいかな。まあ、半分はプログラムで運転してるんですけど、まあ、それ以上、なんかね、突発のことが起きる可能性があるので、いろいろ注意を払っているわけで、だから、そこにリソースを使っているから、その、喋っているリソースが、喋らないといけないっていうリソースがそんなに使っていないわけなんですよ。だからなんかねあんまり考えずに話せるっていうね、まあちょっと説明しづらいんですけど、まあなんとなく分かっていただけるかなと思っておりますけど、まあそういうのもあってね、これはちょっとまあお試しですけどやってみようかなとで、始めておりますけどね。そうですね。まあ今日は月曜日ということで、昨日ね、まあ別に休みの日を決めているわけではないんですけど、まあなんとなくね、今のところ日曜日を、まあ本当は日曜日を休みにしたくはないんで、いずれ変えようとは思うんですけどね。まあ日曜日を、まあ、安息日とキリスト教徒とかのねシャバットじゃないんですけど、まあ土曜日をもうちょっと力抜いて日曜日は、まあ、完全に休むという形にしているんですけどね。で昨日もね、昨日はだから脳内会議でまあ今日は完全に休むぞと、何をしようかなっていうので、どっかでアーシングしようという話にまとまったわけですよ。でアーシングね、そうねっていう、どっかでその寒いけども裸足で歩こうとっていうことが、やっぱ僕らはそのコンピューターをずっと使っているので、やっぱりその電磁、この間そうそうあれでやったでしょ、ジョージ・スペンザ博士のやつでも最初の方に言ってたんですけどね、我々はだから電気的なもんなんだから、電磁波のフィールドがあるわけですよね。自分たちみんなそうなんですけど、全てのものには電磁フィールドがあるというのは、これはもう自明の事実であって、なんていうのか、
オカルトではないっていうことなんですけど、まあそれが、それを整えるにはどうしたらいいのかというのは、まあ手っ取り早いのは、シングですよね。その、足の裏からその、アースする。どう言っていいの？そうか。まあ、これはね、ちょっと、すべての、すべてのじゃないけど、そういう大電流を使うものっていうのは、アースがついてますよね。電子レンジとか、あと、なんだろう、エアコンとかね。なんか、まあ、ショートした時にそういうのをこう、バーッと逃がすとか、あるんですけど、だからそういうのがね、あるっていうぐらいの話で、その人間にも、アーシングは必要なことなんだよね、って思って、で、あれしてたわけですよ。まあ、どこに行くかと思って、こう、思っていて外見たら、雨降ってんですよね。っていうかもう、これで降りそうだなと。で、雨の中で冬にね、アーシングするっていうのは、かなり、結構辛いなというところがあって、で、どうしようと思ったんですけど、全部どこもかしこも雨降っているとは限らないということで、こう、いろいろ降ってないところを探したわけですよね。で、そうすると、南の方はまだ降ってねえぞと。ということで、よし、南だという方向性を決めたわけですよね。そして、こう、iPhone というか、地図をね、バーンと、広げて、で、どっちかなーって、そしたら、なんていうの、東の方よりも西の方がまだ晴れているぞっていうのが分かったんで、南西だなという感じで、大体の方向性を決めて、そこの地図をこうね、こう、さーっと見てたんですよ。で、まあ、なんていうのか、なんとなくですけど、こっち側かなーっていうところを、まあ、見ながら、ちょっと今、運転中なんで、ね、他にリソース取られちゃった頭がこうは、そうそう。で、南西だと決めて、で、バーッとこうね、で、地図をこう見て、あ、海の方がいいよなとか、なんか海系のものとか食べるとかね、とかいう感じがいいかなと思いながら、こう、見ていたんですよ。そんで、まあ、その時にこう、さーっとこう見てて、ふっとこう目についたものがあって、それが、なんかこう、ある島のところに、愛と勇気を叫ぶ展望台っていうのが、こう、ちらっと見えたわけなんですよね。で、ん？と思って、もう一回戻ってみて、今なんかあったよな。愛という文字が見えたと思って。そんで、そこに、おお、なるほどと。愛と勇気って、まあ、言うと僕の、テーマの全てというか、なんわけなんですよね。だから、あ、これだと。ここ行こうって思って、こう、よくわかんないけど、行ったこともないし。で、見たら、こうね、まあ、長崎県と熊本県の間ぐらいだったのかな。でね、島なんですよ。でも、こう、よく見てると、全部ね、橋で繋がってるんですよ。もうこれは車で行けるぞなって、で、まあどんなとこなのかもわかんないし、まあとにかくでも、とにかく、で、ぶっちゃけ考えても、興味ないんですよ。興味ないけど、まあ、
アーシングする、まず一つ目の目的はアーシングすることで、どこでもいいんですけど、山みたいなところでね、アーシングできりゃいいし、晴れてりゃいいし、そしてまあじゃあ愛が関係しているところということで行こうかつって、でそこに向かいましたよ。あの辺はまあね、温泉もたくさんあるし、まあいい感じじゃねみたいなところで行ってきたんですけど、まあね、よかったっていうか、行ったらいいんだろうな。まあ普通の丘なんですけど、なんでもなんともない丘なんですけどね。でもただなんかこう、こんな島があんだとかね、なんか途中に旅館みたいなのがあったりとかして、あ、こういうとこ行ってみてえなーって思ったりとか、なんかそういうとこ泊まっちゃおうかな今度とかね、考えたり、まあいろいろ発見があるわけですよね。でね、帰りにそこはなんかね、その書いてたのが、ここがその天草四郎久田でしたっけが歩いた道だとか、歩いたかもしれない道みたいな書いてたりとかですね、へえーとか思って、でね、そうしたらその天草四郎ってひょっとしたら豊臣秀頼だったんではないか説みたいなのがあったりとかして、それちょっとこう矛盾を探してみたりとかしてしたりしてね、こう、ああそうだったよな、こんな話あったよなとか思ったりとかしながらね、まあ楽しんで帰ってきて、で途中でね、でまたね、帰る方向性を見ながら、でっかい範囲で温泉ってまた検索して、そしてなんだかよくわかんない温泉、聞いたことない温泉が出てきて、でこれなんだろうと思って、だからもう8時までしか行けないっていうから、これは急いで行かなきゃと思って、それでね、そこ行ってみたんですよ。なんて温泉だったかな、ちょっと名前が難しくて、ちょっと難しい字だったんでちょっと読めなかったんですけど、まあそういう感じのところに行って、でそこの温泉がまた最高で、まあやっぱりね、南九州とかって温泉がとにかく安いんですよ。なんていうのかな、そこも普通に300円だったんですけど、300円でこれはやべえだろというようなね感じで、で入って、そこでゆっくりして、そして帰ってきた。でもね、帰りはそのまたね、いつもと違う道を通ってやれってやっちまったもんだから、ものすごい時間かかっちゃって夜中に着いちゃったんですけど、とにかくそうやって昨日はまあエンジョイしましたよということなんですけど、それをしながらね、またちょっと考えてたんですよね。この間もちょっとそういう話を動画にもしたと思うんですけど、まあ、好きなことをするとか、ワクワクすることをしましょうみたいな、スピリチュアル業界だけではなく、ね、バシャールをはじめとするなんかそういうね、人たちもいて、僕もまあ昔はそうやってね、やっていた時期もあったんですけど、なんつうのかな、なんかね、まあそれを言うと本当、僕はワクワクしかしていなかった。していないんですよ。どう言ったらいいんだろう。まあ世の中的に言うとこらえ性がないというか、まあね、そう、高校生ぐらいのバイトの時からもそうですよね。周りでね、
このバイトはこう夏休みのバイトでこんなにあの時給もらえるよみたいなのとか、そういう観点で見てないけどね。まあ女の子がいっぱいいるとか、なんか時給は安いけど、そういうとこ、そういうとこ行くみたいな。なんかまあそういう観点だし、大人になってからでも、まあ仕事選ぶって言ったら、まあ給料がいいとかよりも何が学べるのかとか、何が楽しいのかっていう、楽しい方を選んじゃうというところがずっとあって、でそんでワクワクしなくなったらやめるみたいな感じだし、あとまあそればっかやってきて、なんか違うんだよな、本当にしたいことってなんだろうみたいなところでずっとこう探していたみたいなところがあって、でね、もうとにかくワクワクすることがないかっていうのを探し回って、まあね、九州を歩いて旅したのもなんかワクワクすること見つかんじゃねえかなって思って、で結局それがキャンピングカーだったということで、でね、そっからあのそうそうあのね、もういっか、これはいっか、そのまあとにかくその時に42歳未経験だったにもかかわらず、あのメカニックに整備士になるっていうね、アクロバットの、そこから学校行きなさいってその職案の人からは言われたんですけど、そんな暇はねえと、とにかくやる気だけでなんとか雇ってもらえるところを探すみたいな感じで、それで行けちゃうっていうね、それで雇ってもらえるところが見つかり、まあそれは本当ミラクルだったんですけど、まあ職案というかハローワークの人もね、ありえないですよ言ってたけど、できちゃうんで、なんかね、いけるって思ってたんですよ、その時は。だから、いけちゃったんですけどね。で、まあ、それもいろいろな魅力があって、ね、ある、いつもの担当の人が、いつもね、担当の人にそれを持っていくと、あの、無理だからって言われるんですけど、たまたまその女の人が休みで、なんか、男の方だったんですよね。で、その人に、こう、高校で未経験なんですけど、僕はこう、スキルがあって、こういう風に貢献できるんですよ、みたいな。で、しかも、その、なんか、旅の途中にこういうの見て、こう、こういうの、こういうの、こうで、とかいろいろ説明してて、で、そしたらね、面白いね、話になって、で、よし、よっしゃ。僕が、頼んであげるよ、って、面接だけでも、あのさせてくださいということで頼んであげるからって、でそのね車屋さんに頼んでくれて、それがきっかけで雇ってもらえる話になったんですけど、だからまあそれかなりのミラクルが起きたっていうことなんですよね、まあ、それで、まあ、それがあって、まあ、ワクワクやっていたけど、まあね、ちょっと増して飽きてくるとワクワクしなくなって、それでやめちゃうみたいなことが、で次何するんだってなって、でね、旅をして YouTube して、で YouTube で最初はね、すごいいろんな人がこう関わってきて、でね、テレビの出演とかもあったりとかして、で、面白いと思ってたけど、だんだんなんとなくマンネリ化してきて、まあ、つまんねえなって思い始めて、で、これが本当にしたかったことなのか、違うんじゃねえのか、つってやめて、みたいな。
で、次に何をするんだってなって、で、まあ会社また立ち上げて、で、何かをする会社っていう感じでやっていた。そして、何年もかけていろいろやったけど、結局見つかんないみたいな。そしたら、愛だって言い始めて、そして今に至っているっていうね。で、まあ、要は、好きなこと、というかワクワクすることしかやってきていないのになんとなくやれちゃっている自分がいるっていうのか、まあそれはただのミラクルなわけで、でそのおかげでいろいろ経験はできたけど、まあね、ある程度そこまでいくけど、いつもあもうなんかつまんねえからやめよっつってやっちゃうことでね。だからなんか違うなって思ったんですよ。ワクワクすることをするっていうのは。何か、僕はそれを行動に起こすから、なんとなく、できちゃうところはあるけど、それは、たまたまできちゃっているだけで、これを、こう、法則というか、これが引き寄せなんですよみたいな感じで言うのは違うなと思っていて、ワクワクしてるからできたんですよっていうことはなんか違うよなっていうのがずっと思っていたんです。で、何なんだろうなって、でこのね、まあ脳内会議でプログラムを変えたりしていることで分かってきたのは、まあワクワクしているのはプログラムがさせているんですよねっていうところ、まずはね、まずはそこですよ。ワクワクしているのはプログラムがさせている。で、好きと嫌い、これなんとなく好きとか、これをやろう、好きだからやろう、うん、なんとなく楽しそう、ワクワクするっていうのもプログラムなんですよ。だから、だから同じことになっちゃうっていうことですよね。こういう感じのこと好きだからっていう。よくそうそう、恋愛とかでも同じような人が好きになっちゃうんですよね、みたいなことを言っていて、で、いつもなんか同じようなことになるんで。それはまあ、それはプログラムってわかります。でも、そっから、なんかもう、背に腹は変えられず、なんかこう、お見合いしましたよと。そして、自分の好みでないんだけど、なんかこう、だんだん良さが分かってきて、みたいな。そして、今はうまくいってます、みたいな。まあ、昔のお見合い制度みたいなのが、まあ、そういう感じに、うまくいっていた時代があったりするんですけど、それをどう思いますか？話なんですよ。だから、まあ僕が何が言いたいのかっていうと、まあ、まず第一に言いたいのは、ワクワクするっていうのはプログラムですよっていうと、まあ、好き嫌いもプログラムですよ。だから、それに従っていると、まあ、同じこと繰り返しちゃうんだよね。人は なんていうの、動かされていて、怪なことしかし、結局しないんで。だから、まあ僕がそれをもう体現してきたんで、ね、怪なことしかしていない男なんで、だからね、自由でいいですね、みたいな感じに見えるかもしれないけど、なんか違うよなって、いつも思っているんで。まあ、怪なことだけやってますっていうところでは、何かが違うんですよねっていう。で、思ったんですよ。俺って、ひょっとして、昨日もね、その、愛と勇気を叫ぶ展望台に行くって決めたけど、まあ冷静に考えたら、行ってどうするっていう話なんですよ。何にも、実のところそんな興味ないし、
ちょっと遠いしね、ガソリン代とか高速代とか使って行くほどのところかというところではあるんですよね。で、まあ、でも行くんですよ。そうすると、その、なんだかな、なんかいろいろ発見があったりするんですよね。それが、こう、どう言ったらいいんだろうな。そこでこう、無理、そう、ワクワクしていないんですけど、行ってこう、なんか、橋を渡ったりとか、細い橋を車で渡ったりとかね、して、こんなとこ行けんのかとか思いながら、行っていることで、こう、まあ、自分が行ったことないところに、行く意味が出てくる。みたいな感じになっていて、で、最終的に到達して、ああ、来てよかったな、ってなる。それまでは本当意味がないんですよ。で、僕はその歩いて九州を旅した時に、まあ、ぶっちゃけ、何かしないとと思って、で、何かがあるからワクワクはしていない。まあ、どんなになるんだろうっていうワクワクはあったけど、とりあえず行ってみようって。意味ねえけどって。案の定、行ってみたら、なんだかよくわかんない状況になったんですけどね。だから、まあ、途中でこうすごい考えたり悩んだりしながら歩いていて、で、ね、そんなこと考えてるより、なんか人と話してる方が楽だわってなったのがカンバを思いついたきっかけになったんですけどね。あ、これこっちの方がいいわっていう。歩いてるとかどうとかそういう歩いて苦行してるみたいなのより人と話してる方がよっぽどなんかこういいってことだこれはっていうことに、こうそんなことしないと気づかないのかっていうねところではあるけど、まあそれがまあ気づけたっていうところが、まあ出ていって最大の、あんなことして1300キロぐらい歩いて気づいたのはコミュニケーション取りましょうっていうだけみたいなね。でもそれはそのなんだかよくわかんないところに行かないとそれを気づかなかったっていうか、その自分の枠から出るっていう、そのプログラムから出るっていうことは、その興味ないことをやらないと出れないっていうことを言いたいのかなと。だからワクワクすることが見つかりませんとか、ねえ、なんて、まあそういうことで何をしたらいいのかわからないとかっていうのがあると思うんですよね。そういうのってどうやったらいいのかっていうのは、もう本当一瞬思いついたこと、これ一瞬思いついて、みんなこうだからワクワクとかそのなんとかと考えるから、やっぱこれいやワクワクしねえわとかなるわけですよ。でもその中にワクワクなんて後で、そうね、何かができた、何かがこう達成したとかいう時に人ってワクワクしたり、なんていうのかな、こう面白いって思ったり幸せになったり、まあするわけで、それがこう、そこが初めて自分の枠を出ることができる。興味ないことを知ってそこに楽しみが出てきたときに、なんていうのか、楽しくそれがワクワクし始めるっていうことなんですよね。だから、まあ本当にそこがなんかね、世の中の人たち、その多分ニューエイジのバシャールがだいぶと僕は得しているなって思っているところなんですよね。まあ、バシャール大好きですよ。実は大好きですけど、
ワクワクすることをするんだっていうことをなんかこう広めちゃって、それがなんかこうちょっと違うんすけどねみたいな、僕もそれにこうだいぶと騙されてたっていうか、こうまあなんかまあ違う意味でそれは当てはまるのかもしれないけど、まあワクワクするっていうのはだから左脳がをまずこう思いつくこと、左脳が思いつくけど右脳がついてきて初めてワクワクするみたいな感じになるんですけどねっていう、まあ右脳っていうのは本当その瞬間何かが起こってわーってなった時にこう幸せホルモンを出す役目なんで、増幅器みたいな感じですね。それをこうだからやっぱりそれをこうワクワクをしているのは左脳なんですよね。なんかミッションを見つけてそれをクリアした時にこうよっしゃーっていうのを出してるのは左脳なんで、左脳をこうやっぱりこうでも左脳は同時に経験とかその過去にあったこととかも分かってるんで、だから意味のないことをしようとしないんですけど、そこを破壊、そこを超えるには意味ねえことをしないと超えれないっていうところがあるんだよねっていうことがなんとなく分かっていただけますでしょうか。言わんとすることが、これがね、まあだから超えなくてもいいっていう場合もあるでしょうね。それはそんなね、こう超える必要はまあ今でね安定してやってりゃいいっていうことだけど、まあそうなんですよね。そのいかにその外の仕事を変えるとか、まあね仕事を変えるとか住むとこ変えるとかそのパートナー変えるとかそういうことをで何かが変わるんじゃないかっていうことは、まあ実はそれをやっている間は変わらないんだよねっていうところが、まあこれってねいろんな人が言っていることで、まあ同じこと内面の話ですよっていうのはもう自明のことであったりするんですけど、そのそれがね、なんだろう、なんか今日はいろいろとありますねっていう、ドローン飛ばしてんのか、どうすんのこれ、まあまあ。まあ、そういうことで今日はちょっとテスト的にねやってみましたよということで、またねよかったら到着したのでこんな感じで終わろうと思います。またよかったら遊びに来てくださいということで、お会いしましょう。